経過も通創業を展開しております、合同会社もてなし便の新年翔です。今回もですね、弊社の試したい、あ、失礼いたしました、ご契約に、来ていただいた藤井さんのインタビューをですね、続けてお送りします。藤井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、なぜ個人事業主になるのかというところをお聞かせください。はい、まあ、会社に入る契約をして、まあ、個人事業主になるって初めの時はちょっとやっぱり会社に今まで守られながら働いていた部分もあったので、まあ、ちょっと自分もしっかりこういう個人事業主になったらしっかりできるのかなと思ったので、させていただきました。なるほどですね、非常に前向きなお話ですね。はい、さすがです。はい、ということでこの続きはまた次回ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。